抜けてきました。逆転、1対2、勝ち越しに成功です。アルビレッツ冷静でしたね。まず1本目のこのコーナーも鋭かったので、川崎の選手からするといいところにクリアできませんでした。そこからのセカンドボール回収、